ファミリーソロキャンプ始めます。レッツゴー。暖かいです。富士山もよく見えて天気がいいです。空気最高に美味しいです。それではもうなんかお昼は何時？12時。今日はね、あのソロキャンプなんですけど、ファミリーソロキャンプってことなんですけど、すごく近いんです。だからね、声がね、パパさんの声もゆかりの声もバンバン入ってきます。何をやってるかね、ちょっとね、チラ見しながら支度していきたいと思います。しゃぶしゃぶの材料を切っていきます。切るって言ってもね、白菜とネギだけですね。これを切っていきたいと思います。あとはね、今日はカット野菜を使ってしゃぶしゃぶしていきます。そんなにたくさんいらないね。野菜切って、なんか食べやすいようにちっちゃめに切ろう。今日はそこまで、白髪ネギにします。これもちょっとあればいいかな。カット野菜ですね。これね、結構ね、あのレタスとか人参、大根、あとほうれん草も入ってます。なんかしゃぶしゃぶするのに合ってるんじゃないかなと思ってこれチョイスしました。豚ロースの薄切りですね。これをこれよいしょ、こんな感じ、こんな感じで具材が出来上がりです。今回はこのチャムスの500ml 入るシラカップ、こちらを使ってしゃぶしゃぶを楽しみたいと思います。昆布とあと本だしですね、和風だし、これをこんな感じでジップロックに入れてきたので、これを入れていきます。そして着火。そう、忘れてた、大好きなこのスライスのお餅ですね。これも一緒にしゃぶしゃぶしていきたいと思います。ではできたのでいただきたいと思います。いただきます。ごまだれをつけていただきます。野菜もシャキシャキでとっても美味しい。
豆乳でだしを作ったからこの湯葉がねできてね、それもまた美味しいです。ごちそうさまでした。富士山を見ながらしゃぶしゃぶ、体も心も温まりました。ごちそうさまでした。ピンピラピー。さて、お食事も済んだので今日はちょっとデザートを作ってみたいと思います。このマシュマロとあとチョコレート、あと牛乳、こちらの3点を使ってチョコレートプリンを作りたいと思います。さあ、これでシェラカップの中に移したので、これを固めていきたいと思います。大体 30分から40分ぐらいで、なんかもう外気温が低いので固まるんじゃないかなと思います。これでチョコレートプリンの完成です。それでは完成したみたいなの食べたいと思います。いただきます。どうでしょうか。美味しくて、あーすごい、すごい、プルプル。すごい、プルプル。これマシュマロで作ったとは思えない美味しさ。結構しっかり甘みがあります。とろっとろ、なんかプリンっていうよりもチョコレートムースですね。美味しい、柔らかくて美味しい。美味しかった。結構ね甘さがあるので、もう甘いものがガツンと食べたい時におすすめのデザートでした。それではごちそうさまでした。それでは本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。早っ。
また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。